どうもとピスタチオです。よろしくお願いいたします。我々ピスタチオからお知らせがあります。ドゥルルルバン、ピスタチオの新番組が始まりました。いや、どんな。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために、祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。はい、というわけでですね、ありがとうございます。始まりました。始まりました。ピスタチオのエトスパトスロゴスという番組でございます。よろしくお願いいたします。始まりました。ありがたいですよ。はい、この番組はですね、はい、一体どんな番組かというとですね、うん、我々ピスタチオがキコーナさん2店舗に行き、うん、あのジャグラーを打ち、はい、ビッグだと3ポイント、はい、バケだと1ポイントということで、うん、合計2人で、うん、あの2店舗で39ポイント獲得できるかという番組になっております。まあ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 、うん、余裕ね、うん、余裕ですよね。うん、そうですね、うん、うん、まあ我々は本当に生活をかけてこれ挑みます。そうですよ、本当に、はい、マジのやつですからね。マジのやつですから本当にちょっと笑いとかじゃなくて、うん、もうこれは本当に芸人のリアルドキュメンタリーだと思って見ていただければなと思いますんで、うん、そうですね、はい、もしかしたらこれは、うん、あの笑えないお見苦しい点をするかもしれませんが、うん、それも踏まえて楽しんでいただければという。39ポイントいくかどうかだけの話でございますから。はい、はいはい、というわけで、ね、早速で1店舗目は、うん、キコーナー平井店さんに行ってます。いいですよ、これはもういいですよね、はい、こちらも広い店舗ですし、広い店舗ですし快適ですので、はい、はい、ここで頑張っていきたいと思いますので、頑張りましょう。それでは、うん、行きましょう。ファイト。というわけでですね、この早速ホールに来たんですけれども、はい、なんかいいですね、すごい綺麗な、うん、清潔感があってね。やっぱね、こう天井高いっていうのはね、うん、非常にいいんですよ、これパチンコ屋さんで。やっぱ空気の循環が良くなるんで。なるほど、綺麗な空気でね、はい、やっぱ清潔感あって。そうだからたまにね、うん、天井このくらいのとこあるんで、うん、マジかって思うとこあるんで。このくらいはどうやって入ってんの？みんなだからこうやって入ってるんですけど。それはもうダメなお店です。本当に地方とか行くとあるんです。そうなの、こんな低いところが、はい、ないです。そういうところだってちょっとなっていうのあるんで、まあ、ここら辺広々としていいですね。広くてね、はい、綺麗だしいいですよ。そうだと今日はやっぱジャグラーということで、うん、僕のこの、まあ、オカルトじゃないですけど、うん、感じ的にやっぱりアイムジャグラーが台数が一番圧倒的に多いんですよ。まあまあまあそうですね。っていうことで、はい、まあまあ控え笑いとかも考えて、うん、アイムジャグラーに入れてくるんじゃないかと、店員さんに聞いてきます。ちょっといやいや、教えてくれない、教えてくれない、絶対教えてくれない。そんなのダメですか？ダメです、ダメです。番組ですけど。ダメです。ダメか、うん、そんなんもうやらせになっちゃうから。ダメなんですね、そんなこと言ったら、はい、じゃあちょっともうなんかもう本当に分かんないんで、うん、もうこれは噛んでいきましょう。もうしょうがないです、うん、これは、はいはい、やっぱりさ、そのオカルトだけどね、うん、やっぱ一番端っこの台っていうのはいいですよね。うん、言うじゃない。はい、ね、こちら座ってまして他角ないんで、うん、こちら行きましょう、うん、じゃあ行こう。ここでしょう、もう、はい、伊地さんが座っちゃうんですか？それ俺が言ったのに今。え？俺が言ったのにあなたが取るんですか？ここの席は。一個しか角がない。一個しかないけど。はい。なんかじゃんけんとか譲り合いの心はないんですね。座りたかったですか？座りたがいいですよ。それ。あ、じゃあどうぞ。いや、そう言われたらなんかちょっと違うじゃん。それは違うじゃん。なんかじゃんけんとかで決めれば。じゃあいいんですね。じゃあ座りました。いや。下手だな、なんか。下手だな。いいけど別に。いや、いいですよ。本当にいいですよ。ほんで座ってください。小沢さんが行ったんで。なんかこれでなんかな。じゃあ僕ここ行きます。はい、一番端っこ。はい。はい、行きます。あら。これは多分今、うん、見て。多分打って、1000円かなんか打って多分、うん、置いたんで。これは打てということだと思います。打てということだよ、もうこれは。ここです。端っこで。こことここよ、行きましょう。これです。もう端に取っちゃったから、もうこれ絶対どっちか来るもん。逆にこれあのゼロ回転からじゃないから、うん、制限得したって思ってます僕。そうだよ、じゃ逆にね。逆に、はいはい、いきます。いきます。はい、というわけで早速、はい、打っていきたいと思います。はい、じゃあ小田さん、はい、せっかくだから一斉の背で回しますか、一発目。そうしよう。で、一斉の背で3個目のボタン離そう。
そこまでやります、うん、じゃあ行きましょう。そこまでやろう。いいですか。ちょっと待って、いっせーのーせ、せいっせーのーせ、まあ、そりゃそうよ、そりゃそうよ、ね、そりゃそう、そりゃそう、そりゃそうだよ、そう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 、うん、小田さん、うん、これやってたら、うん、1時間で10回転ぐらいもう行きましょう行きましょう行こう、もうどんどん行こう、はい、はい、お願いします。もうささっとごめんなさい光っちゃってね、いいんですよ、パパッと。そう、この別に出ない面白さとかいらないからね、いらないから、これに関して。そう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 、見てる人も絶対ペカるとこ見たいから、うん、39ポイントだもんね、うん、おい、ほら、え、嘘、ほら、え、12回で、やば、すごい、きた、きた、12回で、小沢さん、やりましたね、来ました、ありがとう。だこれ大事なのはビッグかバケかですか。バケかよ。3ポイントいただきましょうよ、ここは。緊張してる、緊張してる、小沢さん緊張してるって。フェース、うわこれはでかい、うわこれはエトスパトスロボス来ました。これはいい、初当たり、幸先いいね、幸先が良すぎる、これはいいよ、ちょっと気持ちいいですね。でもなんかさ、うん、こういうのでさ、うん、性格悪いなって思っちゃうのが素直に喜べないんだよね。なんで？やっぱ違うよ、自分が光んないと。なんで？最後の第3ボタンを押すときにさ、うん、バケであれって思っちゃったもんね。なんで？ちょっとやっぱり意味が分かんない、その感情は良くないですよ。そう、これなんか39ポイントいかなかったらさ、うん、次回罰ゲームがあるらしいから、うん、マジで行こうだから。正直もうお笑いとかじゃないから罰ゲームもう一回もやんないっていう逆にそういう番組もいいんじゃない。そうね、芸人なのに罰ゲーム一回もやらないっていう、うん、いいね、もうそこ目指そうよ。そうそう、だからそこで見てる方々にあいつらなんで罰ゲームやらねえんだって言われて、うん、で意地で勝ってって、で結局やらずに終わるっていうスタンスでいこう。小田さん、うん、今それ僕言いましたよ。え、同じこと言ってた今。すごいゆっくり同じこと言い直してましたけど、うん、あ、そうなん、なんかある感じでゆっくり言うのやめてもらっていいですか、うん、小沢さん。いいこと思いついたと思ったんだけど、ちょろっと集中していいんですけど、うん、あのちょっとお笑いしてもらっていいですか。もうすぐね、やっぱね、この100回転いっちゃうから。まあね、今ちょっとねそれどころじゃないんですよ、やっぱ、まあ、確率の問題だから別に100回がチャンスとかないけど、ないけども、なんとなく100で引き戻したいってあるよね。そうなの、そうなの、やっぱここまでの数字緊張するからね。そう、ジャグラーは、ね、あ、え、来たー、来ましたよ、来ました、これマジですごいぞ、なんて神々しい。ちなみに161回転、全然悪くない、全然悪くないよ、このぐらいで光ったらもう全然いいよ、頼むよ、いきます、頼むよ、おい、もう、おい、嘘でしょね。でもね、なんかわかんない、すごい悔しいんだけど、うん、全然嬉しい。はい、来ました、2発目来ました、素晴らしい、はい、どうもありがとう、148回、素晴らしい、いいよ、いい引き戻しだよ、いいよ、さあ行きましょう、レギュラー、まあそんなもんよ、まあまあそんなもん、まあ、全然いい、全然いいよ、全然いい。じゃあもう一回ビッグ行きたいね。そうですね、うん、早めにもう一回というか、まあ、僕に関しては一回も引いてないんだけど。そんなネガティブにならないで、チーム戦だからやっぱ正直僕、うん、
今なんだかんだこの番組的に何ポイントとか言ってますけど、うん、もうそんなどうでもいいですか。ダメだよそんなこと言っちゃ。え？ダメだよ。二人で頑張って力合わせて頑張りようよっていう。でもそれでいいじゃない。小沢さんも心の中で思ってるでしょ。別に俺が勝とうが負けようが関係ないって。関係はないよ別に。ほら。どっちでもいい。ほら。一番どっちもいいっていう、どっちでもいいって一番最悪だから。興味ないってことだよ。やっぱ悔しいとか、うん、そういう気持ちが芽生えるってまだ興味あるけど、うん、どっちでもいいってもう一番興味ない人だからね。例えばだけど今日は、うん、もうだって伊地知さんが勝っても俺が得するわけじゃないから。だから小沢って本当にもう前からあるけど、うん、一番そういう風にしてるけど、うん、よく見せようとするのやめよう。一本当に本当俺納得いたい。ずっとテレビとか見てる人は勘違いしてるよね確実に。そんなことないけどな。スタッフさんからですね、はい、コンビ仲悪いのって心配の声が、質問が来ましたけど。いやもうコンビ仲悪いですよ。悪くはないです。決して本当にこれずっとなんですけど、うんうん、悪くはないのよ。悪くはない。ただ小沢さんが別に僕に興味ないっていう。これずっと。いやそんなことない。素晴らしいと思ってるよ。恋愛語ってる伊地知さんやっぱかっこいいと思ってますよ。それはひどいよ本当に。かっこいいと思ってますよ。楽しそうだなって。小沢さん、はい、もうこれビッグ引くまで言い続けるから。じゃあ早く引いてくれる。めんどくさいから小沢さん。ちょっと早く引いて。今まで言ってなかった小沢さんへの、うん、もう全部言うよ、うん、ここでビッグ出るまで。昔揉めたコンビの喧嘩であった原因が伊地知さんが小沢が誕生日を祝ってくれないって泣きながら言ってきたことあるもんね。それはやめてよ俺。それ言わなくていい。言ってたもんね。それで言ったらもう小沢は逆にひどいよ。なんだよ。俺が誕生日にさ、うん、スニーカー買ってさ、うん、プレゼントしてさ、うん、そんですごい開けてうわ嬉しいとか言ったのにさ、うん、その日そのまま楽屋に置いて帰ったから。初回からこんな大揉めする番組ある？もうそろそろ使ってほしいな。これだから今日の出方によっちゃ、うん、撮影終わってもやることになるからね。まあその格好で一人でやることになるからね。なるよ。だから確かに本当に都内のパチンコ屋さん探したらいると思うよ、うん、俺は。ちなみに個人のオカルトなんだけど、これはもう完全に財とか関係ない話なんだけど、はい、この1000円ずつ使うじゃない、はい、1000円があるとき、うん、僕このプラスもう1000円を外に出しておくの、うん、次入れやすいように、うん、このそうすると、はい、出やすいっていうのあんので毎回出すんでしょ。でもそうひと手間なのよこれって言ってしまえば。まあね。でも大が意地悪してきてこのひと手間を俺にやらせたがってるから出るっていうオカルトあります。ありがとう。やめてください。あります。これはここで出ちゃったらそういうことだからね。これは正解だから。このやり方は見せてくださいよ小沢さん。確かにね。オカルトが合ってるのか、うん、僕もそれどころじゃないんで今も。伊地知さん声がちっちゃくなってきます今も。それどころじゃないから今も。すごく声がちっちゃい伊地に。もうちょっと300いっちゃうから。え、でもこういう時間があるからさ、うん、あのペカった時の喜びが半端じゃないんだよね。そうなんです。そうだよ。これこんなこと言っちゃいけないけどさ、うん、ただ光るだけじゃん。うん、まあね。なんでこんな嬉しいんだろうね。ただ光るだけ。いや、もうやっぱ興奮度は違うよやっぱ。ただ光るだけだから。うん。伊地知さんちなみに普段はジャグラーやるの？普段ジャグラーは結構やっぱ時間なくても台触りたいみたいな時はやっぱジャグラー打ちますね、うん、はい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 。小田さんは？いややりますよ僕もジャグラー。はい光った。ありがとう。ほら嘘じゃん。ほらオカルトが。マジかよ。
ほら正解。これをこの財布に戻させる手間をこいつがさしてきてんのよ。ちょっともうまだあったのに千円札。すいませんね本当。これだから大事、ビッグかどうかだから大事なのは。はい、レギュラー。レギュラーじゃねえかよ。レギュラー。レギュラーかい。まあまあ全然。ほら。え？あら。しかもレバーオン。ほぼ同時に。レバーオンできたよ。ほらこういうことよ。いきますよ。はい。マジ来た。いきますよ。まあ。何？ねえ。おかまみたいになっちゃった。何なんの？ねえ、もうちょっとやだわ本当に。お母さん、お母さん、これじゃあもう僕は、うん、何を化けに変えて言ってるか当ててください小沢さん。いいですか？いいよ。ちょっともう夏になるとさ、うちの子がさ、うん、化けばっか取ってきてさ。あのもういらないって言ってるのにバケバケが取ってきて、で家の内側のカーテンにくっつけて、うるさいのよ本当に。バケ連れて帰ってくるなって言ってるのにバケばっか連れて帰ってくるから夏になると。はい、わかりました。セミ正解。はい、ありがとう。正解です。ありがとう。正解でした。うん、もうすぐわかったよ。そうです。うん、ちょっといや逆にやっていい？小沢さんですか？うん、あ、大丈夫です。なんで？え、集中してるんで、集中してるんで。え、あ、じゃあいいや、バケ来た時にしようか、これバケ来た時にやることにする、これじゃあ。そうしよう。そうだね、そうしよう。分かった分かった。はい、これだからこれ楽しいのかな。これオンエア見たら全カットあるから。あるよ。見てる人が楽しいかどうかは分からんけど、うん、ぜひあの友達とね、うちに行く時はやっぱその化け出た時ってちょっとやっぱさ嬉しいけど悔しいじゃん、うん、そうね。だから、うん、こういうの一つやっとくと確かに笑えるっていう、ね、そうね、楽しめるから紛らわせられるから。うん、ほんと失恋と一緒。え、化けと失恋は一緒だから、どう紛らわすから気持ちを。なるほどね。そう、さすがやっぱ気持ちの面だから。さすが恋愛 YouTuber。 そう、伊地知弘樹。ほんとにビッグがこんだけ遠のくとさ、うん、あので来た時に嬉しさってやっぱ倍増するじゃん、うん、もうほんと恋も一緒でさ、うん、なんか恋しなかったり素敵な人に出会えてなかったら、その分だけ出会った時の嬉しさっていうのがバッてくるわけだからさ、うん、だから結局このその恋をしていないというか、その恋人がいない時間って結局大事なのよ。次に出会うためのこの蓄積をしてるわけだよ、喜びを、うん、だからビッグと一緒本当に。だからもう2回失恋してるわけだからバケで、うん、次ビッグが来たら俺はもう大事にするっていう意味を込めて1時間ぐらいかけて打つよ、うん、ダメよビッグ1回。ダメよ。あなたやっぱ39ポイント忘れてるでしょずっと。もうなんかそういうことじゃないからもう。そういう番組なのよ。ほら、え、こういうことです。来た待ち人、来た待ち人。そうなんだよ、俺本当に3日前にさ、うん、川越にあるさ、うん、神社に行って、そ、恋みくじっていうのを引けんだけど、うん、出会、運命の出会いあるって言われてんのよ。おう、これよ、僕にとっての運命の出会いは女の子じゃないから、ビッグだから。来ました、見せてよ。これってもう番組とかじゃない、もう店舗で押すわ。ああ、なるほどね。番組にとらわれすぎてた俺が、プライベートな感じで打つわ。うん、頼む。あ、止まっちゃった。行きます行きます。何してんの？プライベートな感じで打つ。うん、ほら、こういうのはもう自分のいつも通りの感じで打って答えてくれんのよ。なんかやっちょっとテンション上がってくれる。ちょっと待った、すごい素人みたいだけど、写メ撮りたいもん。なんか小沢さん、うん、さっきまでなんか小沢さんのことなんか悪く言ったりしてごめんね。やっぱ俺小沢さんがいたからこの12年間さ、うん、芸人できたしさ、うん、テレビも出れたし、やっぱ本当小沢さんに俺感謝してるわ。あ、そんなしてた。うん、
ちょっと荷が重いけど小沢さんとコンビ組めて俺よかったわ。ああなるほど、ありがとう。でもありがとう。そんなに感情が浮き沈みするんだね。嬉しいわやっぱ。あそう、メンヘラだね本当に。メンヘラでも何でもいいもんだからやっぱその俺さっき恋愛っていうとさスロットは一緒だって言ったけど、うん、今この受け皿にコインがあるわけよ、うん、これがやっぱ恋愛の付き合ってる期間だと俺は考えてるからなるほど、ね、これが尽きたらもうその恋は終わりなわけよ、うん、だからいかに長くその人を大事にしてあげられるかっていうのが、うん、この今受け皿にあるコインが示してるから、うん、なるほどなるほど。ちょっと恋愛などときはもうやめてもらっていいかなやっぱスロットに一喜一憂してる人はダメよね。やっぱ俺も小沢さんもだけど、うん、やっぱ小沢さんすごい冷たくなってきてるもんちょっとさっきより。あ、そうかい。うん、運とか、うん、そうなんだとかしか返してないからさうん、小沢さん、はいはい、2人でポイント39ポイント取る番組じゃん。うん、頑張ろうよ。関係ないから2人でポイントとか個人戦だから小沢さん、はい、さっきと言ってること全然違うよねえでもだから今でさ、いや、そうあれだからね、ビッグ1回、バケ2回全く一緒だからね。全く一緒なの。そう本当に。だからこういう意味で仲良しよ今。そう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 。でもなんか気持ち的にだけどさ、うん、バケが先行してるとさ、光りました。小沢、はい、今の心境だったら、うん、素直にビッグを願えられる。よし頼む。はい、ありがとうございます。いいよ、来ました。いいよ、来ました。うわでもいいね。いいね。だってもう13ポイント。そうよ。だ本当にね、このスロットが出るか出ないかによって、うん、2人が喧嘩するか仲良くなるかの。いや本当そう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 。なんかやっぱごめん、なんかさっきまで冷たかったわ俺は。いや全然、やっぱ俺も言い過ぎたもん。うん、全然全然。なんか普段思ってないこともなんか言っちゃってごめんな小沢。いやいや、いいよいいよ。体調とか大丈夫？あ、小沢さん、うん、ちょっと褒めるとこないから体調やんのだけはちょっと。元気大丈夫？風邪ひいてない？元気は元気ですよ小沢さん。大丈夫？はい。やっぱなんか俺に興味ない感じあるな小沢さんそんなことないです、そんなことないです。興味ありますよちゃんと。でももうとにかくもう39ポイント目指そうよ。目指そう本当に。めちゃくちゃいい。もうそうここで、マジで早っ。来ました。4回。早っ。これビッグっぽいよ。これビッグな気がする。あ、これビッグだ。はい、やばっ。これは熱いね。絶好調。これはいいよ。絶好調。いや2連ビッグはでかいね。いやでかいよ。こら嬉しいよ。これは一気にねストックできましたよ。そう、ストックできた。コインを貯めとけますからね。自粛明け初スロットですか？いやそうですね。相当楽しみにしてきて、うん、今もうそっちに集中して。俺の会話うざいでしょ。うざいというかもう聞いてないよね。いやだよね。今もうメダルがなくなりそうだからちょっとドキドキしてる。そのモード入ってきた。俺恋に例えてるから、うん、もうメダルなくなったら別れだからね。そうだね。恋人との今悲しいな。今別れるかどうかの瀬戸際話し合いよ今喧嘩中。真剣な話し合いしてる今。今後どうするか喧嘩中だ。先が見えなくなったって彼女に言われてる状況だから。うわおう、おい光った。はい、100回。100ジャストやん。100ジャスト。バケビッグっぽいな。あーバケ。また追加投資になったら第2チェンもありえるな。なるほど。その目安みたいのあるんですか？なんですか？台を変える目安の回数みたいな。でもなんかね、俺のね、このオカルトではないんだけど、全くその俺の感覚的に、まあ個人のね、やっぱそのボーナス引いて、うん、100ちょい回してやめたいっていうのがやっぱ一番。なるほど。ハマってる時はなんか打っちゃうんだよね。はい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 。でもハマってる時に打ちまくっちゃうって、切りなく打っちゃうっていう人が一番負けるんだよね。あのジャグラーってやっぱそのなかなか台を移動しづらい理由に
いつ当たるか分かんないからさ。そうだから一回転でお釜掘られるってもうあるあるだからさ。そうもうあれたまんないのやっぱ。やっぱね、うん、そうだよ。でも逆に言ったらね、自分がそれを取る可能性もあるからね、うん、まあ確かにそうなんですけど、何とも言えないんだけどそれは、うん、やっぱこっちは応援してますから伊豆さんのこと。いやもうちょっと本当に喋んないでくれっていうのを思ってるけど番組だけでも本当に喋んないでくれっていうの、うん、ダメなんだよな、できないんだよなそんなこと。本当にやっぱあの、うん、小沢の上の皿にも下の皿にもコインがあるっていう状況を考えただけでイライラしてるよくないこと言ってるよ今。さああと15回で300。ああ500回っちゃった。500いった。そうちょっとなるほどねなんか本当にあれだね、ちょっとマジでドキュメンタリーっぽくなってきてるね、なんか意外と本当にそうなってくるよね。うんここテンションの落ち方を見てほしいよね。そうだね、うん、全然あーよっしゃ光った。そっちかい。297。そやっぱ300以内に来てるね。300以内に来てます。いい台だね。いい台。あーでもお化け。小田さん、はい、今602回転回ったところで、うん、ちょっと手持ちがなくなったので、え小田さん、1万円借りてもいいですか。下ろしてきてもいいですけど、ちょっと一応今手持ちないんで1万円ちょっと借りてもいいですか。すいません、ちょっとなんで今ちょっとテンション下がってたんで。ちょっと待って、1万円小田さんに借りることになります。すいません、一旦1万円しか借りすることになります。すいません、逆にマジでこれ見せることによってガチでこいつら自腹なんだなって。いやそうです、そうです、はい、返してね、すぐ返してね。だから小沢さん出ればいいから。そう確かに確かに。でこれでも小沢さんも俺を応援せざるを得なかったから、ね、いや応援してるよずっと小沢さんこれも応援せざるを得なかった小沢さん、もう一心同体よこれも。財布の中身がすっからかんになっちゃったってことでね。そうです今うん、いやジャグラーだしそんなそこまで、うん、まあ、下ろしてこようと思ったんだけどちょっと手持ち財布見たら少なかったから。なるほどね、下ろしてこようかなと思ったけど、うん、まあまあジャグラーだし大丈夫だろうなんて思ったらこうなったよ幸先悪いよ。あーそうかい。だから700までに出してくださいよ。いやマジでよ頼むよ。700超えたらだいぶしんどいよ。だいぶしんどい。よっしゃ来た。いいね122。いやマジでいいね。あなたマジでいい。ビッグマジでいいよ。ビッグよし来た。やったこれよこれよ。700回っちゃった。700回った。つらい。当ててほしい。伊地さん、ここで報告なんでございますが、はい、もうそろそろ終わるらしいです。1店舗目。いや、それ関係ないです、もう僕。おぉ！おぉ、来た！来ましたか？なんか本当に、なんかずっと俺なんかは悪いことしたのかなって思って、いろいろなんか人生振り返ったもんね、この何ヶ月間か。なんか、誰か人に対して悪いことしてないかなとか、なんか、親とかに強く当たったりしてないかなとか、なんかいろいろ考えたけど、思い当たる口がなかったけど、あ、こんなこと言ってば時間ないんだ。いや、そうよ。早くして頼む。もうどうでした。もうどうでした。どうな、なんでこうなんのよ。こっからこっから取り返せば OK。 やばいよ、番組のこと今考えてなくて700何回転で出たのか忘れちゃったよ。770でした。770ね。はい、
770ハマって化けて、ちゃんと見てました僕は。100回ティーナに引き戻したい。確かにマジでやばいよこれ。100いっちゃうよ。100今何回ですか。今72回転だから。あら、いっちゃいそうだね。77でペカってほしいな。あー光った。うおー163。やっぱすごいね。はい、まあね、まあ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 引き戻すことが大事だから。そういうこと。終わりました。終わっちゃった。あはい、というわけでですね、1店舗目の菊コーナー、平井店さんでの実践が終わったんですけれどもね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ポイント、この番組のポイント的には、はい、39ポイントを2店舗で目指すという目標がありまして、うん、ビッグ3ポイント、バネが1ポイントということでですね、はい、はい、今回ですね、私がビッグ1回のレギュラー3回、はい、で合計6ポイント。なるほど。で、小田さんの方、私がビッグ4回の、レギュラー5ポイント、はい、合計17ポイントということで、はい、足して23ポイントということで、うん、はい、まあ2店舗で39ポイントなんで、うん、1店舗で23ポイントというのは非常に優秀な折り返しでございますですけれども、うん、それとあの番組の企画としては、うん、すごい優秀なんですけれども。すごいよ、よく頑張ったよ2人で。芸人のリアリティ番組として考えると、うん、あの私はあの3万の投資ということで。3万の投資で3万マイナスからの2店舗目スタートしなきゃいけないということで言うと、はい、非常に複雑な。あれ、涙ぐんでます。はい私はあれなんですよ、投資額は少なめで、はい、あの6000円で。お、そうなんです。ただ私の財布からなぜか知らないけど別に1万円もなくなってるんですよ。それでいくなしにしましょう。なかったことにしましょうよ。なかったことにしましょうよ。まさかお財布すっからかになるとは思ってなかったから番組としては OK、うん、そうそう OK ですから、ポイントは、うん、そうそう、だから本当に複雑な、達成してるのに泣いてるっていう姿が見れる可能性もあるから、はい、でも、うん、だから本当にただただポイントを目指すためだけの番組じゃないってことが分かったよ、ここで。ただね、なんかやっぱ自分でスロッターだなと思うのが、うん、普通この心境だったらもう帰りたいって思うでしょ、うんうん、でも僕の中で今もう1店舗あるっていう行くね。そう、ね、もう1店舗あるからまだ行けるっていう喜びがあるからね。俺はさっきあのカメラ回ってない時にびっくりしたよ、戻ってきたら今日は最終まで行けるなって言ってたからね、うん、そうそう、そのあいにく出てこの、うん、今日のロケが終わっても、うん、その終わりの時間僕仕事何も入ってないから、はい、閉店まで行けるからまだこの額だったら全然可能性ありますからね、ここからプラスですよ。そう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 。というわけで気候の開いて終わりましたけれども、うん、次回はですね、気候の府中店の方に場所を移動しまして、うん、実践の方していきたいと思いますので、うん、ぜひと皆さんですね、あのチャンネルの高評価とですね、うん、チャンネル登録お願いいたします。よろしくお願いします。ということで、うん、というわけで次回はって言ってるけど俺ら的にはこのまま行くから、そうそうそう、今日は府中店に残るってことだね。そう、だから行きましょう。府中店に実際は居座るということですから、はい、はい、なんでまた皆さん次回も楽しみに、また見てね、見てね。いやいや、ほら、おい、宣言通り、おい、やば、250、やば、テンション高い。